黄金の太陽は2001年にキャメロットが開発、任天堂が発売したロールプレイングゲームおよびそのシリーズである。ゲームボーイアドバンス用ソフトとして2001年8月1日に初作黄金の太陽開かれし、封印と2002年6月28日に2作目黄金の太陽を失われし、時代。 ニンテンドー DS 用ソフトとして2010年10月28日に3作目、黄金の太陽漆黒なる夜明けがそれぞれ発売された。企画された当時、ニンテンドーハードでは対策 RPG が不足しており、ニンテンドーのファン向けに本格的な RPG を作るという試みで、キャメロットが開発した。GBA のポテンシャルを引き出すことを目標に制作されており、画面や、 音楽なども、同ハードの中でもかなり高度なものとなっているが、そのため、同社のそれまでのゲーム作品と比較して制作コストがかかった。初作はスマッシュヒットし、特に欧米で高い人気を得て、世界累計でミリオンヒットを記録した。BGM はキャメロット作品と縁が深い桜葉光が担当している。世界観はシリーズを通して共通しており、特に 開かれし、封印と、失われし時代は、連続したストーリーとなっている。シリーズは、失われし、時代で一度完結したが、E32009 で、Nintendo DS 用に、ゴールデンさん DS というタイトルで続編が、開発中であることが発表された。そして2010年10月28日に、日本で3作目、黄金の太陽漆黒なる夜明けが発売された。 タイトル名の経緯は当初は他の RPG のタイトルがカタカナを流行したことを知った上でゴールデン・デンソルというカタカナで構成された候補を出したがニンテンドの目に留まり日本語にして黄金の太陽の変更を要請したことから選ばれたこれによりストーリーに影響を与えられ要素をパズルのように組み合わせることになった具体的に言うとネタバレに触れるのを避けるために 作中に使われる用語になった。物語の世界は、四つのエレメンタルが元と考えられている世界であり、一部には主人公達のように、これらを操れるエナジストと呼ばれる者たちが存在する。大昔、この世界はエレメンタルを利用した錬金術と呼ばれる古代科学によって、大いに反映したが、その強力すぎる力を、人々は恐れ封印してしまう。 今では各地に古代文明の跡が残るのみとなっている。錬金術の封印は各地に存在する4つのエレメンタルの灯台と霊法アルファんにあるソル神殿が重要な役割を持つ。このうちソル神殿が破られたことが物語のきっかけとなっている。また、この世界は平面的な世界であり、世界の果てはガイアホールと呼ばれる滝によって落ちてしまう。牛の荒 時代において、このガイアホールが拡大し、世界が縮小しつつあり、その原因が錬金術の封印によることが明かされる。本作は、王道的な RPG を踏まえつつも、エナジーを用いたフィールド上での謎解きや、陣の運用など、特徴的なシステムが存在する。本作は、他のゲーム作品では一般に魔法と種別されるものに、エナジーがある。 主人公達はエナジーが使えるエナジストと呼ばれる存在であり、それゆえに物語の鍵を握ることになる。他作品における魔法と同じく攻撃系や回復系、サポート系に対別でき、多様な種類がある。しかし、本作の特徴はエナジーをフィールド上でも用いることにあり、遺跡の謎などをエナジーを駆使して解いていくというのが売りとなっている。例えば、 ロビンやガルシアが最初から使えるムーブはフィールド上で離れた場所にある岩や柱を動かすことができる。また火のエナジストが使えるファイアボールのように戦闘で攻撃にも使えるがフィールド上で謎解きにも使うというエナジーも存在する。そのキャラクターが使えるエナジーの種類はエナジストの属性に大きく左右され、口述するクラスチェンジにも大きく左右される。 また謎解きに必要なエナジーは、特殊なアイテムを装備したり、イベントによって使用できるようになるというのが基本である。構想は制作の4、5年前から、どうして RPG は、お城に行くと、王様が何でも教えてくれるんだろう。という疑問を感じて、自分の知りたいことを何とか聞き出す謎解きが作れないか、と思って、心を読むか、超能力の発想が生まれ、ずっと温めた。 エナジーの原型とも言える。人とは、作中に登場する精霊で、四つのエレメンタルのうち、どれかを象徴している存在である。出会ったり、倒したりすることで捕まえることができ、装備することができる。これが、本作の特徴の一つである。人は装備することにより、ステータスが上昇するメリットがあり、それぞれが持つ特殊な技を戦闘で使用することもできる。 開かれし、封印では、各属性ごと7種、全28種、失われし、時代では、各属性ごと11種、全44種、2作合計で72種登場する。本作はキャラクターごとに、クラスが設定されており、クラスによって基礎ステータスが大きく変化する。クラスは装備している陣の種類と数によって決まり、装備する陣を変えることで、クラスを変更させる。 後実する制約もあって、どのように人を配置し、クラスを設定するかが、プレイヤーに委ねられている。また、本作では召喚獣が登場し、敵に強力な攻撃を行う。召喚獣は、様々な種類が存在するが、スタンバイ状態の人の種類と数によって使えるものが、決まる。召喚が行われると召喚に用した人は、リカバリーに状態になる。リカバリー状態の人は、 何の恩恵も与えず、回復してセット状態になるのを待つ必要がある。回復は自動的に行われるが、戦闘において一人のキャラクターが持つ陣は一ターンに一つしか回復できない。召喚獣は単属性の基本的なもの以外にも各地に隠されているものが存在し、入手が困難なほど強力である。これらメリットの一方で、陣には制限も存在する。人は、 パーティ内で公平に分ける必要があり、誰か一人にジンをたくさんつけるということはできない。あるいはつけたくなくても、公平にするためにつける必要が出てくる。またジンは、セットスタンバイリカバリーの3種の状態をとり、ステータス変化にメリットを与えるのは、セット状態の時だけである。ジンを戦闘で使用すると、スタンバイ状態になるので、ステータスは弱まってしまう。 また先の召喚獣についても、これは強力であるが、ジンがスタンバイ状態とリカバリー状態を取るために、キャラクターのステータスを弱めるデメリットが存在するという意味になる。このようにジンをどう運用するかが、本作における重要な要素となっている。本作は口述するように、開かれし、封印と失われし、時代で連続したストーリーとなっている。 その上で、開かれし封印のデータは、失われし、時代に引き継げる。引き継げる5つのデータを一家に挙げる。これらは、失われた時代の後半で、ロビンたちが合流する際に重要な要素となる。データ引き継ぎがない場合でも、合流時点のロビンたちは相応のステータスを有しているが、例えば一部の人は、持っていない。このため、特に、 人前72種を必要とする隠しダンジョンなどは、データの引き継ぎがなければ、ダンジョンそのものに入ることができない。また、データの引き継ぎ方法には、通信ケーブルとパスワードの2種類あり、パスワードには必要に応じた柔軟性がある。本作では通信ケーブルを用いた2人での通信対戦が可能である。当然、同じ作品同士でなければ対戦できない。 通信対戦では本編のプレイデータを用いてパーティーの3人までのチームで戦うことができる。参加できるのはパーティーの左から3人である。他にも1人をモードとして本編で倒したことが一度でもある敵と全滅するか、降参するまで永遠に戦い続けることができるモードもある。こちらでは人数制限はない。いずれのモードでも何回勝利したかを確認できるが、 特典などはない。開かれし、封印と失われし時代は連続したストーリーとなっており、開かれし、封印では物語は完結しない。開かれし、封印は二つ目の灯台、ビーナス灯台の出来事と、その後の天末までである。霊峰アルファさんの麓、と、ハイディア村のソル神殿は、エレメンタルの灯台を解放するために必要なエレメントスターが封印されていた。 しかし、サチュロスたちによって、封印は解かれる。結果として、サチュロスたちに手を貸してしまった少年、ロビンは、世界の守護者ワイズマンから、錬金術の解放は最悪を招くと教えられる。サチュロスたちの計画を阻止するため、ロビンは、親友、ジェラルドと共にハイディア村を旅立つ。ビーナス東大は起動したが、サチュロスたちは死亡した。サチュロスたちに、 囚われの実となっていた、ガルシア、ジャスミン、シバ、スクレータの4人は自由の実となる。しかし、ガルシアは、ジャスミンに反対されながらも、なぜか灯台の解放は続けるという。そして、ガルシアたちは、冒険を続けるうちに世界に危機が迫っていることを知り、時に、ロビンたちと衝突しながらも、残る灯台の解放を目指す。ゴールデンさん。 ベグチャールツ、2012年2月10日閲覧。ゴールデンさん、ザロストエイジ。ベグチャールツ、2012年2月10日閲覧。AAB あなたの疑問に答えます。その16キャメロット公式サイトハット AB、バーチャルコンソール配信記念 GBA のポテンシャルを最大限に引き出した、RPG、黄金の太陽インタビュー、Nintendo Dream 2014年6月号。 職場書店、2014年4月21日、33ページ、雑誌07113から06。大いなる存在、人。陣の効果1、開かれし封印公式サイト。例えば召喚に1人が、持つ陣を4つ費やしたら、すべて回復するのに4ターンかかる。大いなる存在、人。陣の効果3、開かれし封印公式サイト。ありがとうございます。